ファンの方、選手のみんな、両親、家族、本当にありがとうございました。清田選手、ここからは現役ラストのバッティング練習を行います。清田選手、いつもね最初の方にバッティング練習を行っておりました。本当に勝負強い打撃が魅力的でした。黙々といつも通りバッティングを行っております。清田さんといえばね、このテイクバックがそこまで大きくなくて前が大きい、そして強い打球を打ち込む選手でした。はい、ペース早いですよね。これはいつもの、過去の回練習にさせていただいた時からペースはずっと変わらず速いペースで黙々と打っております。先ほどのね、向こうさんとのキャッチボールの時もそうでしたが、前回前々回と翔平ともキャッチボールしていただいたり、僕もねキャッチャーを翔平が務めさせていただいたりと、清田さんはすごいお世話になりましたし、僕らね YouTuber とも距離近くさせていただきました。本当にありがとうございます。そしてロッテ時代も含めて、清田選手といえば2009年のプロ1年目の衝撃的デビューがやっぱりね、僕の中で本当に衝撃的でした。まずはポストシーズンね、クライマックスシリーズではパ・リーグ初となる新人でのホームランを記録します。第2戦、この一発でチームにね波に乗っていったというようなホームランでした。そして第5戦目でもホームランを放ち、これもパ・リーグ初、長嶋さんや原さんに並んで新人でのポストシーズン本塁打記録、そして日本シリーズでもホームランを放ち、ポストシーズン3本で新人記録を持っております。日本シリーズでは優秀選手賞を獲得し、史上最大の下克上日本一の立役者となりました。その後も勝負強い打撃は健在で、侍ジャパン選出経験もありました。規定打席に到達した2015年シーズンにはベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞しております。大舞台に非常に強く、2017年に出場したオールスターゲームではホームランを放つ活躍を見せております。この時はね、確か敢闘賞を受賞しておりました。そして埼玉武蔵ヒートベアーズには2022年に公式解説者として所属をしております。2023年3月に練習生として埼玉武蔵ヒートベアーズへ入団。4月には契約選手に移行し、中心選手としてチームを張ってきました。ベテランでもありますしね、ベテラン選手なので若手選手へのアドバイスなども行っておりました。そしてシーズン終盤の8月15日に今シーズン限りでの引退を表明します。そしてそこからチームは優勝に向かって突っ走って、連勝に連勝を重ねておりました。そして8月31日に2年ぶり2回目となる地区優勝を達成しております。
清田さんの引退発表からよりチームが一丸となったような勝ち方をしておりました。まさに優勝請負人のような活躍のシーズンでした。賞受賞し記録にも力強いバッティング、勝負強いバッティングで記憶にも残る選手でした。清田選手、現役生活本当にお疲れ様でした。はい、はい、顔いい、スイングスイング、よし、あ、いいですね、あ、いい、素晴らしい、素晴らしい。あの、たくさんの方が見てくれてますけど、はい、どうですか、こうやってるんですね。どう言うんですか、一番奥の、お母さんいました、お母さん、いました、いました、いました、お世話になってます最終戦なんで頑張ってください。誕生日、誕生日っす、お前ら仕組んだろ、お願いします、お願いします。なんかまた肩良くなってる。そうなんですよ。お前何筋トレ、いやいや飯です、飯金子選手がロンティ勝負しましょうって言うんで、多分行けます。弟も来てます。あ、本当ですか、あ、本当ですか、パッタン、あれ弟か、あれがあの弟、あ、うん、結構年離れてるんです。そう、もうベアーズ入り決定してるから。あ、本当ですか、野球やってるから、ね、あ、そうなんです、ユーチューバーなんですね、はい、パッタン、パッタン、じゃあコウジ、コウジ、そう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 、コウジ、そう、コウジ、そうなんです、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。弟が呼んでます。コウジって呼んでます。いや、弟がコウジ、コウジ言ってました。弟、弟いましたね。改めまして、サンキュー。もう一回。もう、ベアーズ入り決まってるらしいんで。どんな弟ですか？ここか。かわいい。ベアーズ優勝、おめでとうございます。11歳。めっちゃでかいですね。でかいっすね。でかいっすね。でかいっすね。5年生？もう75キロ。同じ体重。マジっすか？ありがとうございます。母です。母と姉です。はじめまして。お世話になってます。ありがとうございます。あ、今言われた。ありがとうございます。お世話です。お世話になります。ありますね、4ぐらい、4ぐらい回ってきますから、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、右打ちでホームランをライトにしたいな、どうぞ、それ、でもレフトスタンド待ってますからね、レフトはね、飛ばないっすよなんかヤンチャ坊主が後ろでなんか映ろうとして、映ろうとしてます、ヤンチャ全然だわ、全然だわ、6番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 、9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 番、バットバット折り合う。びっくりリュウスレマスラーのここ武蔵野のオフシーカーのめっちゃ覚えてるこれね、本校ですから、はい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 、どうせレアスは広がりの試合で見事左に
皆さん、こんにちは。今日は試合前の、お忙しい中、時間を取っていただき、本当にありがとうございます。僕は今シーズンをもちまして、引退いたします。小学校2年生の頃から兄の影響で野球を始め、今年38歳になるまで本当に楽しく野球ができました。野球が、もうできないかなと思った時期もありましたが、そんな時いろいろな方に助けてもらって、埼玉武蔵フィードウェアーズ堤社長にプレーしませんかと声をかけていただき、1年間プレーさせていただきたいですとお答えし、この場を持たせていただきました。本当にありがとうございます。堤社長だけではなく、スポンサーの方、ファンの方、選手のみんな、両親、家族、本当にありがとうございました。プレーをするにあたり、何か目標を立てようと思い、まずチームが優勝、そして堤社長を胴上げするという目標を立て、先日の試合で勝利し、その目標を達成することができました。本当に良かったです。これから埼玉武蔵フィードウェアーズシーズン最終戦があります。両チームの選手、全力でプレーいたします。最後まで熱い声援をよろしくお願いいたします。若い選手に負けないように、僕も最後まで全力で野球を楽しんで終わりたいと思いますので、どうか最後まで応援よろしくお願いいたします。Thank you.
ネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアシャーイショウヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。